日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田工事の OK 工事アップ今朝のコメンテーターは経済アナリストまぶちまりこさんです引き続きよろしくお願いします続いて、えー、7時をまたいでニュースを掘り下げるニュース7時またぎ前半こちらのニュースからです6月の機械受注統計民間需要は2.1%プラス3ヶ月ぶり増加 内閣府が昨日発表した6月の機械受注統計によりますと変動が大きい船舶と電力を除く民間需要は前の月と比べ2.1%プラスの8761億円でした機械受注統計は民間企業の設備投資の先行きを示す指標で増加は3ヶ月ぶりですまた46月期の機械受注統計は前の3ヶ月を0.1%下回って2 息吹り現象となりました。 まあ四月五月がマイナスだったんで四半期で鳴らすとマイナスの数字というところだそうです。うそうですね。はい。まあ少し持ち直しているかのように見えるんですけど、えー、やっぱ製造業非製造業ともにこの設備投資のまあ勢いがまだまだこう弱いかなというところなんでん持ち直しの動きにまあ足踏みが見られるっていう表現が本当に的確かなというふうに思います。はい、でこれ見ていくとやっぱりその非製造業のところなんかは個人消費の、はい まあ勢いが影響してくるんですよね。なのでこのあたりのまあ機械受注統計の動きが次のこう GDP に。 影響してきたりするので、うんはい、この動きを見つつ、じゃあ、足元のこの、まあ、少し前になりますけれども、<え> GDP 発表されましたよね6、はい、の GDP、15日、はい、先週の木曜日に発表されましたその中の個人消費は、すごく、はい、まあ勢いがあるように一見見えるんですけど、これってあの、本当にインバウンドのまあ消費を、この個人消費の統計から省けてるのかどうかっていう、まあ、クエスチョンがやっぱりあって、<ー>どうしてもやっぱり小さな店舗であるとか,か、はい、 ところが、その外国人の方の消費と、はいえー、国内の方の消費を切り分けることができるかというと完全にやっぱり無理だろうというふうに言われているので、う一部こう国内の個人消費のこの GDP に関する強さというのは、はい インバウンドがちょっと入ってしまってるんじゃないのかなっていう視点も、今、あったりすするんですよね純粋にその国内の需要ってものがちゃんと測,って測,測れてるかどうかっていうのが、えー、そこが難しいんですよね。アメリカなんかはほとんど大型なのモールとか、ショッピングモールとか、はい、まあ大企業のところで消費をすることがメインになってるので、うん、結構個人消費をまあ取りやすいというか、計算しやすいって言われてるんですけど。あしかももね決済もクレジット フトカード決済とかであれば、はいまあ、ある程度のプロファイリングができるわけですよね,うすよねどういう人がどう使ったのかっていうのが。うん なので日本はやっぱりこの個人所有のところはまだまだそこが課題なので、なので、供給側っていうんですかね、需要だけじゃなくて、供給側の方も合わせてミックスして計算することになってるんですが、それでもやっぱりなかなか省けないだろうというふうに言われてます。なので、ちょっと強い数字が出ているのは、のそのまま受け取っていいのかどうかっていうのが一点ありますなるほど、4、6月期 GDP、まあ、あの実質の、ね、数字だと、個人消費が。 1.0%のプラスということで、前期比で、うん、久しぶりに個人消費がプラスになったねなんてことが言われましたけれども、ええ、1年ぶり、まあ、5四半期ぶりなんで,で,、うん、でこのまあ5四半期ぶりにプラスっていうデータをこう過去の,の GDP の個人消費の,この動きをずっと見るとやっぱりそのぐぐっとこう下がってたのが1年間あったわけでへこみがあったんですけど、ええはい、それって明らかに1997年と2014年の消費 非増税の時と同じぐらい。 ズボっと下がっているのに増税が行われたわけじゃないのにそれぐらい消費が冷え込んでいた状況だったつまりインフレっていうのは日本の国民にとっては増税みたいな感覚になってたんだろうなっていうのがこう統計の推移を見ると分かるんですねですけどアメリカとかってインフレになると早く消費しないと来年の方が上がっちゃうっていうインフレだとこう消費がぎゅっとこう上がるチャートになるのに日本はインフレだと 増税と同じようにへこんだ動きをしたっていうのが<ー>まか、あまあ、不思議というかうん、うん、ちょっと経済学的には考えにくいような国だってことを改めてやっぱ認識した方がいいなって今回思ったんです、ねあまあ、この、ね、30年デフレなんていうふうに言われますけど、えーえー、そこからインフレに局面が変わってある意味インフレ慣れしていないというかそうなんですよね、うん、でびっくりして消費を逆に抑えちゃったっていうこと あるいは、ね、もうどうせまた下がるだろうと、えー、みんな見ちゃうと、うん、消費を絞っておけばで頭を低くしておけばそのうちまた変わるだろうとい,、ね、いうところとち,、ねまあ、ちょっとシュリンクしたとしても慣れちゃうというか私たちもちょっとあの外食が少ないままコロナ以降過ごしてきたりするので、はい、なんか日本人ってやっぱりこれでいけるんだったら行きましょうみたいなうんそういう性質が一部あったたりししそうかなと思いました、まあ、適応能力が高いというか で1点、やっぱりこれから新しい政権というか、新しい総理が生まれる中で、いろんな多分いい経済データの情報というのが共有される可能性があるんですけど、はい、やっぱり可所,所分所得ですね、うん、賃金から税金と社会保障を引いたものは、足元でぎゅぎゅぎゅっとこう、ここはやっぱり問題なので、はい、ここが減少している中で、確かに。 消費しづらいですよねっていうところがあるので、やっぱ可処分所得が増えるような政策を取らなければ、この GDP とか、あの機械受注統計とか、いろんなところにこれ影響してくるので、うん、ベースはやっぱり個人消費のところを盛り上げていく政策が必要なんだろうなっていうふうに、改めて思いましたねうん、うん、でそこのね、問題と解決方法を取り違うとっていうのをすごく感じるのが、うん、個人消費が減ったんだと。えー これはインフレだと、うん、で海外からも入ってくる物の,の値段が高くなってるからだと円安が悪いんだと<ー>だったら利上げをすべきなんじゃないかみたいな話で利上げしちゃいましたよね <laughs> はいしましたびっくりしましたけれども、うん、でもその日銀もずっとそのまあ利上げをするしないっていう政策の前は、はい、TDP ギャップというものを用いて、うんえー、需要と供給にギャップがあるので、うんえー、まあ財政出動なり金融緩和が必要ですよっていうロジックだったんですが利上げ たタイミングでは GDP ギャップの議論がスポットはとなくなってたんですよね。はい、で、見てみるとマイナスだった中で利上げを行ったとなると、えーえー、やっぱり国民があまりにも円安に対する批判が大きかったことそれからまあ政府から何らかの意見があったことが影響したのかなと思ってます、えー、指示またいで続いていきますニュース、指示またいです。 日本放送、飯田浩事の OK 工事アップ。改めまして、おはようございます。日本放送、飯田浩事です。おはようございます。日本放送、新牛一花です。 今朝のコメンテーターは、経済アナリスト馬渕真理子さんです。改めまして、おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。よろしくお願いします,します、えー。あの、先日ね、始球式をされたというのをね、はいえー。ご紹介いたしましたけれども、<laughs> あの、馬渕さんのトピック、それだけではなくって。あの、大阪公立大学の客員准教授に。はい。えー、ご就任さた。八て一日から、はい。 いいうことでございますよちょっと頑張って研究をすることになりまして、ねね、論文も書くことにりました日本の企業価値向上というのがあの私の活動のテーマなんですけど、はい、それを、まあ、もちろん時価総額とか株価とか連動して研究したいなってずっと思ってたんですけどやっぱりそれ大学とやるべきだなって思ってたんですがなかなか株式市場に対して親和性がある方とかご理解がある方って学術の中では少ないんですよね。はい ここに対してご興味をお持ちで、うん、もう投資歴も何十年というか、で株主総会に出ることが趣味なくて <laughs> 教授がいらっしゃって、会,会計の先生なんですけど、<ー>その方、 とお話をしてぜひ,<ー>ぜひ研究しましょうって言ってくださって論文も書きましょうって言ってくださったんで<ー>ちょっと頑張らないといけないんですけど新しいチャレンジにはなりますそのどう、ね、企業の価値っていうのを物差しとして測るかって、はい、まあ株価っていうのは一つの大きな物差しでありますけどなかなか研究がなくてその分野のあそうなんですね、うん、それをやっていこうっていう。 なるほど。いやでも、それこそね、いろんなこう、トレンド流行りみたいな中で、SDGs とかになると、それに絡んだ銘柄がとか、えー、そこから外れると、こうね、そうですね。その、だから、やってることは変わらないのに、株価としては下がるみたいなのがあったりとか、まあ、それこそ、タバコに関わる産業とかがそうだったりとかするっていうのう、ね、どう機関投資家に認識されるかっていうコミュニケーションも重要なので、ああ、なるほど。そのあたりのコミュニケーションのうまさとかも、はい。見ていきたいなって思って。 ああ前にもね山口、ま、さんご出演の時にその辺のこうねコミュニケーションのよし悪しで、うん、やってることは同じようなことやってても価値が相当こうね違う。はい で一部上場でも、まあ、ある意味小粒な企業が日本は多くてもったいないみたいな話されてましたもん、ねえー、そうなんですよね、なので、研究のまあ最終的目標は、それを出したことで、他の企業さんが真似できるというか、はい、一般化するっていうのがテーマなので、それはこの私が実務でいて、やっててもなかなかできないので、やっぱり先生方、学術の研究で一般化して、それを。 まああのもう一回実務に持っていくみたいなこれができたらいいなっていうのがうあのご賛同いただいてっていう感じですね。拡展開をする武器にしていくい。そうですね。あの真似できる方があの企業さんが増えたらみんなが企業価値上がっていくのでうんそういうはい目的です。おお<ー>引 <laughs> いては日本の経済が活性化していくと。あそうですはい。うん。 いや楽しみですね、<laughs> <み>そういうのはね、ぜひまた、いろいろまた、はい、よろしくお願いします。さああでは、後半戦、えー、7時またぎ取り上げるのは、こちらのテーマです。アメリカ大統領選挙の民主党候補、ハリス氏が経済政策を発表。 アメリカ大統領選の民主党候補、ハリス副大統領は16日、ノースカロライナ州ローリーで演説を行い、新たな児童税額控除や企業による価格つり上げの禁止、手ごろな価格の新規住宅建設などの経済政策を公表しました。 バイデンさんが言ってたこととほぼ同じだというところなんですけれども、はい、まあこれね、メニュー見て、いかがですか、うん、あそうですね、かなりこう弱者保護と言いますか、はい、あのトランプさんの大型減税が富裕層有利だと言われる中で、うん、むしろハリスさんが、このトランプさんの地盤のラストベルトを意識するような、そこの票を取りに行くよみたいな、そういうまあメッセージ性になっているのかなというふうに、今回、見ました。うん、で、実際、このハリスさんの人気が加速してるんですよね。うん 副大統領候補に選ばれたウォルズ氏さんの雰囲気、明るい雰囲気っていうのが、またいいなっていうふうに言われてて、うんはい、で実際もトランプ陣営の側でも、あのヘイリーさんという方がいらっしゃったと思うんですが、あ,<ー>あの方がすごい人気だったんですが、あの方がそうでトランプさんを全面支持するって言ったことによって、なんだか嫌気がさして、そこからヘイリーさん支持だった方が、もう、 ハリスさんに流れる、だか極端な、その動きが出てきたなっていう印象ですね。なるほど。政策の中身というよりは、なんかイメージが。いやもうトランプさんそんなに支持するんだったら、ちょっともう嫌悪感、じゃあ他ないかなって。 っていうハリスさんみたいな、うん、その共和党から民主党に流れる票が一部あるんだみたいなところも、ちょっとびっくりしています。うんうん、あとはあの、ハリスさんが急にこう人気化したことによって、はい、あの帽子とかね、カバンとか<ー>グッズがすごく売れて完売してるっていうのも、<ー>この選挙を占う上では、すごく参考になるかなと思いました旋、うん、<で>風みたいなものがね、でもね、これあの、経済政策のメニューを見ると、うん、なんか、 こうミクロな感じのねねそうです、ね、うやっぱまずはインフレに対するご批判がやっぱり多いわけなのでなそこにまあ対応するというところで、まあ、人気を意識してこういうふうな政策を打ち出してきたんだろうなと思いますけれどもやっぱりその、まあ、物価を抑える、はい、不当な値上げはだめだよっていうところもじゃあ果たして本当に大企業が言うことを聞くのかなっていう。 そうですねちょっと統制経済、見えてきますもん、ね、そうなんですよね、うん、でかつ、まああのまあ、住宅をサポートするというところはいいんですが、ただ、物価、はい、物価っ,っ,って言ってると、ちょっと足元すくれ救われるのかなと思ってて、うん、もうアメリカの CPA って2.9%ま,<ー>まで落ちてきてるし、9月に利下げが濃厚な中で、うん、結構、物価は落ち着く中で、10月、11月を迎えるのであれば、<ー>やっぱりもっと違う柱も必要になってくるんじゃないのかなっていうふうに。 あの今回、物価の色が,いがすごい政策を見て、ちょっと思うところはありましたねタイミングがずれてしまうかもとそのそのを占う意味で、今週末、ジャクソンホール会議という経済シンポジウムが行われますよね、パウエル議長が23日に現地、演説をすると、うん、何言われるのかっていうのが、ね、注目されてるようです、ね、ここで、ね、方向性が決まりますので、お、うん、およそこ利下げの方に舵を切るだろうと言われてますけれども、はい、もし、タカ派的なメッセージが出てきたら、 波乱になりますのでそこは要注意ですね。高圧的なまあ利下げやるにしてもちょっと<が>規模がちっちゃいとかになると、うん、円安。 ドル高の方に逆戻り,戻りするかもしれないので、ちょっとそこは払うかもしれませんし、うん、まあ上田さんがね、行かれないっていうのがね、国会に出ないといけないのでちょうど23日に閉会中審査が、財務金融委員会行われるということで、ちょっと上田さんに行ってほしかったなという思いもありますけれども、まあ、国内を優先されたと、いうことですよ、ね、国会に呼び出されたら出ざるを得ないと、上田さんね、あの言葉も流暢だし、えそうなんですよね,ね、ジョークとかも結構受けてたみたいなね、うん、去年のあ 話ありますもんねん、えー、ニュース七島たぎでありましたおはようニュースネットワークおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは経済アナリストの馬淵真理子さん取り上げるニュースはこちらです9月の自民党総裁選挙に向けて小林孝之氏が出馬を表明 自民党の衆議院議員小林隆之前経済安全保障担当大臣が昨日会見を開き来月9月に行われる自民党総裁選挙への立候補を表明しました昨夜 BSFG ライブプライムニュースに出演し総裁選への意気込みを語る小林隆之氏です私がそもそも国政に挑戦した志した理由というのは国際社会における日本の存在感の低下に 強いいを抱いたからでありますなのでこの初当選前から世界をリードする国にしたいとその中で今の日本を取り巻く内外の厳しい環境を考えた時にもはや一国の猶予もないと私自身感謝ので今回立候補しましたやはりその国内を見れば日本の GDP というのはこの世界の中でどんどん相対的に下がってきていますまたた世界をを見ときに日本を取り巻く その近辺の環境も厳しいですし、アメリカも欧州も中東も、この分断の,この様相を呈している中で、このこれから数年の私たちの歩みが、まさに数十年後の日本の,この未来というのを大きく左右するという認識のもとに、今しかないという形で、私は本日、立候補を表明させていただきました。 自民党総裁選挙は来月9月12日告示27日投開票となる見通しでこれまでのところ10人以上が立候補に意欲を示しております。 えー、昨日は小林隆之さんの会見が行われておりました、質疑も含めて1時間以上にわたっておりましたけれども、うんまあ、全体通して、まあ、総裁選含めてですが、どうご覧になりますか、はいえー、とまず、この岸田総理が不出馬を表明したことで、でね、本当に多くの方が立候補したっていうところなんで、うん、なんか派閥の色がまだまだあると言われつつも、えー、やっぱり派閥を解消したことで、 出やすくななっったんだろううていうか<ー>派閥の中から二人出てきたりとかしてますから、まあ、旧岸田派はね、<っ>上川さんと林さんの名前が取り沙汰されたりするぐらいで、茂木さんのところから加藤勝信さんも出て,てこられたので、あでね、まあまあ、この派閥のえ答の意味もありつつも、やっぱりバックにいらっしゃる麻生さんとか、はい、菅さんの影響力っていうのは色濃く出てるなっていう印象ではあります。で私もこののの富士の BS のプライムニュース、はいうん 毎日見て昨日は小林さんが出演されてたので、はいまあ、拝見してましたけれどもうん、うん、すごく、まあ、分かりやすくですね好印象だったところはやっぱり。 経済が財政に優先だというところは良かったなというか、やっぱ岸田さんが最後まで緊縮的な色合いが拭えなかったところっていうのは残念だったと思うんですね。やられたことはかなりいろんなね、減税もやったし、税の拡充もやられたんですけど。結果的には増税はしてないんですよね、そうなんですよね。そうなんですよ。なので、結果的に見ればそういうふうだったんですけども、最後までなかなかこう、拭えなかったところは、やっぱり、 就任当初に言われた言葉、はい、金融所得課税っていうのが、やっぱりすごくインパクトが大きかったので、うん、その小林さんも、まず一番にこのホームページいきますと、はい、経済が財政に優先だっていうのが、ホー,ーあのホームページとかでわーんって出てるのは、うん、やっぱり自分は出身はいろいろあるけれども、うん、メッセージとしてはこれだっていうのを、やっぱ伝えようとされてるのかなっていうのは、一つ受け取りましたあもともとね、財務省出身だというところで、いろいろこう、想像されちゃうかもしれないけれどもと。そうですね、うん でなので、そこが好印象であったというところと、やはりあとは若者の所得を上げるというお話が何度も何度も出てきて、アナウンサーの方がこうそこには食らいついて、どれぐらいの期間で達成するんですかっていうところに関しても、長期では意味がない、でも短期,だ短期で2倍とか難しいから、ちょっと中期、中期。 時間的なスパンにはなるけれども、まあ、長い期間にかけてやるものではなくて確実に若い世代の手取りが増える政策をやるんだっていう先ほどの,の GDP のところで可処分所得を上げてほしいっていうメッセージ出しましたけれども、はい、まあそれにこ,うこう応するようなメッセージ性が出てきているので、うん、まあこれが実現できるかどうかは分かりませんけれども、はい、こういう意識を持たれているってところがすごく、まあ、あの生で見てあの富士の BS 見て生で見てまあよかったなというところは。 ありましたねうんでねあの、えー、小林さん49歳でらっしゃるというところで就職氷河期世代の対策というところもやっぱあの不景気の時代っていうのを、まあ、ご自身の経験で会見の時も話されてましたけども、はい、大学4年の時にお父様のお勤めていた会社が、えー、まあ 倒産してと、うん、父の背中が小さく見えたんだとまあ、その辺まあ、世代的にもこう目の当たりにしてきた。 一番苦しい思いをされてきた時代、うん、かつ決してこう自民党がいい時期に自民党に入られたわけではないっていうのが小林、はい、さんだったりするので本当にあのいろいろ言葉を拝見しても、まあ、日本に対する危機意識を持って、まあ、自分が今立って変えなければならないっていう強いメッセージ感は私は受け取りました。 うーん、まあ本当、このね、あのー、会見だとか、あるいは報道で今朝方もされているのは、どちらかというと政治と金の話だとか、あるいは旧統一教会との関係性とか、そういうところが取り沙汰されてますけど、えー 政策で議論ししてほしいと思うんです、ね、そうですね、これからまあ続々といろんな方がこう立候補が固まってくると、やっぱりようやく政策の議論になると思うので、ここから先はやっぱりみんなで政策の議論をして、まあ、メディアの役割もあると思うんですね、皆さんを呼んで、どうあの政策を伺うのかっていうところも役割になってくると思うので、しっかりと政策論争をして、それが国民を見て、まあ、私たちは最後は選ぶことはできませんけれども、ちゃんと議論が熟した中で選んでいってほしいなというふうに思いますね。 うんまあ、本当、経済政策がメインアジェンダにね、メインのこう議題になったっていうのは、うんあの、2012年の総裁選の時って、なんかまあ安倍さんがアベノミクスってものをどーんと出してきたっていうのがありましたけど、はいうん、あの時ぐらいなんですかねそうですね、そこからまあまあ安,倍安倍さんの色がまあ最後までありましたし、はいあの 菅さんも岸田さんもやっぱその延長線上にあった中で今はすごく抜本的に派閥が解消されて生まれ変わろうとしている時期なので本当にちゃんと政策の話をしてまああのもちろん安保、軍事の話も重要なんですけれどもやっぱ国内が今、扶養しなければならない扶養しそうなタイミングなので誰が総理になるかっていうのはすごく重要な時期に差し掛かっているなというふうふに思いますね。 えー、そして、まああのーねえー、続いてというか続きのニュースにもなりますけれどもお野党も代表選挙があります来月行われる立憲民主党の代表選挙千葉県連の有志が野田元総理大臣に出馬を要請。 来月9月23日に行われる立憲民主党の代表選挙をめぐって野田元総理大臣は昨日地元千葉県選出の国会議員らから立候補の要請を受けました野田氏は熟慮したいと返答したということですまた枝野前代表は明日21日に記者会見を開いて正式に立候補を表明すると発表したそうです 野田さんまあ、はい、あのく、ー、しくも小林さんも野田さんも千葉県選出の国会議員でらっしゃるというね。ああ 野田元総理は私が担当しているラジオにもゲスト出演せん、あの以前いただいて。あ、そうなんですか。はい、あの政治資金の問題の時に、はい、あの出演いただいたんですけれども、あのやっぱりその政治資金の面で自民党に切り込める方、ほ本当の意味で切り込める方の数少ないというか、う野田さんしかいらっしゃらないんじゃないかっていうくらい、あのお金にクリーンな方ですよね。 でかつ、今でも、ね、本当に地元の,の駅で立たれてますし、はいえー、あと世襲はだめだっていうところもはっきり申されるので、んなんかその、まあ、自民党が今、変わろうとしてきているところはありつつも、それでもなお残してきたところがあったりするところに、はい、まあはっきり物申される方が野田さんなので、ここはあの出馬されると面白い展開になるのかなというふうに思う、野党自体がよりこう物が言える強い存在になるのかなというふうに思ってみてます。う あの世代論みたいなものもある中で、ええ、第三の候補みたいなね。ところで野田さんの名前も、ただ野田さんの場合は。党内のハレーションが結構大きいみたいなのも聞きますよね。あの政権。 が滑り落ちた選挙過去のこともありますしね消費増税をされた方でもあったりとか、うん、いろんなことがもちろんありますけれども、はい、政治と金に関しては自民党に物を持てる方でしょうね。その演説のうまさであったりとかね、うんえー、絶望の鋭さみたいなところっていうのは昔から独特の言葉の使い方みたいな、ね、そう、ちょっと引き込まれるというか話を聞いていても引き込まれるようなお話し方をされるので、うん、そのあたり本当に魅力的 何かこう、筋を通すというところは、あの安倍元総理が亡くなった後のあ<ー>まの、あ、追悼の,、ねはい、あの演説を野田さんはまあ引き受けられたと、うん、勝ちっぱなしはないでしょうあれは国民皆さん、その政党を超えて、はい、感動しましたよね、本当、はい、にね。 やっぱりね、あそこの部分って印象に残ってる部分ありますもんね。残ってますし、まあ影のお話とかもされつつ、はい、光のお話もされて、えー、非常に素晴らしい言葉遣いだったなというふうに思ってます。えー、以上、全国のラジオ局を結んでお届けしました、おはようニュースネットワークでした。続いてニュースプラスワン取り上げるのはこちらです。セブンアイ・ホールディングスが、カナダのコンビニ大手から買収の提案を受ける。 セブンアイ・ホールディングスはカナダの大手コンビニエンスストアから買収提案を受け検討していると発表しました。このカナダのコンビニエンスストアはカナダを中心に世界31カ国でおよそ1万7000店舗を展開しています。セブンアイが買収提案を受け入れた場合、完全に買収するには5兆円以上が必要となる見通しです。アリマンタシオン・クシュタールという会社。 だそうでございます、はい、これやっぱりそのコンビニっていうのはこう、はい、日本が誇る小売業なのでーー私は手放してはだめだなというふうに思ってます。うんあんまりこう こうすべきだとか、はい、私あんまり言わないメディアで言わないんですけれどもこれに関してはやっぱりコンビニは日本でやっていくべきだと思うのでう、えー、売却しててはダメだというふうふに思ってますでこの話クシュタールのこの、まあ、5兆円の買収提案なんですけど、はい、まあコンビニを北米でのシェアを高めていきたいとかいろんな狙いがあるようで、まあ、5年ぐらい前から出ては消えてみたいなお話なのでな結構前からこういうふうな話が出て できている。 みたいですでし実際、このクシュタールってコンビニを向こうで手がけてるんですけど、はい、ほとんどガソリンスタンドと併設しているコンビニエンスストアでなるほど手売り上げの7割以上がです、ね、ガソリンの販売で出ているので、うん、あそうなのでど、どうでしょう,こうセブンとこう文化が違うというか食品とかいろんなものがこう強みを持つセブンとは文化が違うんじゃないのかなというふうに思っているのでなんかこうセブンが。 セブンアイが独自でやっぱり今、どんどんあの北米にも出ていってる中でまあ自分たちの価値を高めて自分たちでまあ競争力を高めていく方が私はいいという,ふうに思うんですよね。なので実際、これもセブン側が OK を出すこの買収に対して応じるかどうかっていうこと自体も実現性がかなり低い可能性があったりとか慎重に物事を進めていく可能性の方が高いんじゃないのかなというふうに思うのでここは今後の方、まあに 報道次第報道を見,見極めていくっていうことにはなりますけれども、はい、一旦株式市場ってこういうのが出ると、はい、まあ自分たちが持っている株よりも高く買い取ってくれるわけなんで、ストップ高っていうね、<ー>なんか喜んでるようにあの反応は見えるんですけども、はい、ことはそう単純ではなくて、はい、日本のこの本当に誇るコ,ビコンビニのまあ小売業を手放すんですかっていうのは、はい かなり危機的なことだと思いますしえと、消費経済アナリストの渡辺さんって仲良くさせてもらってるんですけど、はい、彼もともとコンビニ出身で、中国とか中央アジアに行くと、はい、もう今彼らはコンビニの中食のノウハウをそのまま取りたい。 っていう風に言うぐらいコンビニ今注目してるんですよねそれぐらい世界が今注目しているようなものを今手放してはダメでしょうっていう風うに思いますし、はい、また今おにぎりが大ブームなんですよあアメリカなんかでも相当ブームだっていう話聞きますねすよ国内でも日本国内でもおにぎり専門店があるように、えーえー、海外でもおにぎり専門店が出てきておにぎり美味しいよねってことに気づき始めたうん、うん、これなんかポケモンとかので見てた方があれなんだろうみたいなあなるほど。<laughs> サトシが食ってるのは何,だと何だろうって,だって気になってて、<ー>やっぱ見て、えー、見たら食べたくなって食べたらすごい美味しかったっていうところもあるので、文化、アニメ含めて、はい、このおにぎりが今、世界的ブームになりつつある、でも、コンビニっておにぎりの宝庫じゃないですか。と、ね、いうこと、いろんなことを考えたときに、付加価値をどんどん高められるし、その地域ごとにアレンジしたものを、はい、提供するのは、コンビニ得意なんで、うん、この、 すごく大事な日本の氷業が買収されそうになっていること、ここに対しても、その新しい、ね、あの、総理は、危機感を持って、ね、ここも守ってほしい。つまり、半導体も大事だけど、はい、意外とこの氷ってところも、あの、魅力的だよ。世界に打って出られるような産業だよってところを、あの、認識してほしいので、ぜひ、今度いらっしゃった時には、うん、あの、ごめんさんいらっしゃった時には、うん、そのあたりも、ね、お伝えください。いや、これ、しかもね、コンビニのこのネット <laughs> ワークって今、のの防災対策とかの部分でも組み入れられたりとか、地域の行政、住民票取れるとかそういうものをめて、もうなんか、ハブになってますもんね。そうなんですよね。だから BCP の拠点として考えていったりとか、災害対策にもなっていますしかつ、守りだけじゃなくて、世界に打って出られるような、付加価値を高められるような産業って、あの当たり前だから気づいてないんですけれども、確かにそういう存在であるってことを、ちょっと時の政権 県の方にもインプットしてください <laughs>。ええう、セブンアンドアイのほう、カナダコンビニ大手から買収提案とほうしてありました。 今朝のコメンテーターは経済アナリスト、まぶ真理子さんです。引き続きよろしくお願いします。ます今ね、あの、笑顔にーれジングル、レスリングの文田選手バージョンがありました。あの、先週インタビューをしましたけれども、昨日ね、その一部は番組でもご紹介いたしましたが、えー、ディレクターズカット版、まあほぼ全編載ってるぞというものが、ポッドキャストに上がっております。はい ぜひそちらもお聞きいただければと、新庄市家渾身の質問が。<laughs> そんなことないですよ。ね、でもパリ大会までのこの3年間の道のりだったりとか、はい、まあご家族のこと、猫、ね、ちゃんのこととか、あとあのリオ銀メダリストでかつて、ね、ライバルでやられた太田忍選手とのその、 大会前のやりとりとかねえねえお話を伺いましたので、この辺はやっぱり格闘技好きな信業を得ると全然違う引き出しがあっていう、ね、<laughs> そそんなことないですよ。えー、ぜひあの聞き応えが本当にねある内容になっているのでお聞きください。はい。マウスさんオリンピックはいかがでしたか。

<で><ー>で朝早いじゃないですかのラジオとか、はい、朝その出る家出る前にやってるじゃないですか、ね、それを見て,て,て確認するとかるそんな生活でしたね結構ね朝起きて結果知るって人多かったですよねだからあんまり満喫できず<ー>残念でしたああいう大きなスポーツイベントで,で、うん、今回まあ日本があのメダルの数でいうと、ね、金メダル海外開催のオリンピックでは一番だったと。うんうんはい こういうのってその株価だったり経済影響したりするんですか？影響します。オリンピック関連銘柄っていうのがあって、あ,あのスポーツシューズとか<ー>ユニフォーム会社とか、あ,はい、あとまあ飲食店皆さんで見るあの集まって見る。 夜の、ああいうふうなところとかは全部も関連銘柄として動くんですよねうん、ええ。おー、いい動きがやっぱりあったわけですか毎年ありますし、まああの、そうですね、靴のメーカーなんかは、かその以前からずっと良くて、あ<ー>そうそうっていう。 確かにね、あの厚底シューズがとか言って箱根駅伝で注目されたりとかいろいろありましたもんね。あるのでそれにこうまあ応じて動きますし、あの選挙がまた始まると選挙関連も国内で動くので、選挙関連銘柄、そう封筒の会社とか、はあ昔ながらのねそういうなるほど、そうそうというなんかその封物紙みたいな感じですね。それが長続きするわけじゃないですけど、正直ピョンピョンって動く。そうなんですね。面白いです。よ <laughs> なるほどまあねこれ総裁変わったら選挙いつだみたいなのがね早いんじゃないかみたいな,な、ね、意外とお金い,るいりますからね郵送物とかねそうですよね,すねそこが問題だって言われつつなるほどすべてやっぱりつながってるんだなとさあそんな中で、まあ、季節との関係で、えー、このニュースをお届けいたしますこここの時間はここだけニューススクープアップ JR や航空のお盆の移動者前年越え。 JR 旅客6社や航空各社が昨日発表したお盆期間中の利用者はいずれも前の年の同じ時期を上回りました。先週15日まで南海トラフ地震臨時情報が出されていたものの影響は限定的であったということです。またお盆の後半台風7号が接近して東海道新幹線などが運休したこともありコロナ構えの水準には届きませんでした。えー えーまあ、お盆期間の,、ね、の JR 各社あるいは航空、これ見るとやっぱ増えてますねま増加でよかったですね、うあのいろいろ周り見てますとこう帰省をやめようとか、はい、あるいは旅行をやめるっていう方もかなり多かったのですごく影響出るんじゃないかなというふうふに思ってたんですけれども、はい、JR に関しては利用者が増えたということですが、まあ、それでもやっぱりその旅館とかホテルのキャンセルとかもたくさん出てますので,です、ね、ここは少しこの8月の 個人消費のところは落ち込むデータが出てくるかもしれない一部出てくるかもしれないなというところはちょっと先を見て、うん、あのここは予測しておきたいなと思ってますうん、まあ、ちょっと、ねあのー、局所的には影響がというところで、うん、そのお携帯のデータなんかで、えー、人の移動を調べてみると。まあ 何回取るの地域に当たる宮崎、和歌山、静岡といったあたりは、うん、えー、減っていると。そうですよね。やっぱり行きづらいとか、うん、旅行しづらいとか、あとは花火の大会がね、中止になったりとか、はい、いろいろ、もう先手先手を打って皆さんこうリスクを回避する動きが、企業側、供給側もありましたので、個人のところも、やっぱり少しここは、 あのせっかくね、はい、あの盛り上がるようないい時期に、すごくそういったことが重なってしまったのは残念ですけれども、まあでもリスクを先持ってあの対策していくっていうのはいいことなので、ここはでも少しあの個人消費があの影響が出るかもしれないですね、このあたり、ま、8月の数字となると、ね、まとまって出てくるのはやっぱり秋口になりですか。 えー、そして、まあ、交通関係のニュースで行きますと、お今日ね、えー、各種経済面などでも触れておりますが、えー、東京地下鉄、東京メトロがあ10月下旬にも上場へとこういうニュースがあー出てきておりました。今は国と東京都が持ってるんですかそうですね。 で、この話ってう結構前からありまして、はいうん、まあ私探せるもので見ると2009年の記事も見つけて、2009年の段階でメトロが上場したら時価総額いくらかみたいな記事があるぐらい、まあ長いことずっと論じられてきたテーマでようやく上場に至ったということなんですけど、でも2009年の記事も資産データでは時価総額6000億 で今回も6000億から7000億円なので、はい、あんまり規模は何年もかかったんだけれども大きくはなってないけれどもまあ業績はいいわけなので、はい、ここは期待感が持てそうですねっていうところでいよいよ上場かっていうところですね。うん確かになんか2009年とかあの辺りから取り沙汰されたプラス、うん、あの東京って 都の方のね、えええー、都営地下鉄と一緒になるならないみたいな話とかも絡まって、うん、どうするんだみたいなのがあって。 かなりこれ、ね、政治的なところにもなってきてますよねそ。そこが全部、まあ、なんとかこう、はいさ、定めるというか、落ち着いて上場に向かうわけなんですが、うん、まあ、これ、上場益も出ますので、はい、それが一部復興財源に回されるとか、はい、まあ、あの、すごいですね、公的なところが上場して利益を出して、うん、またその復興財源に使っていくという、そういうふうな流れにはなってます。 でえー、と時価総額大きいので、はい、これ大型上場になるんですけど、えー、株式市場の豆,、えー、豆知識にはなってしまうんですけど、はい、あの大きな企業が上場するとそれだけ証券会社がいろんな個人の方に売らないといけないのでえと個人の方が今持ってる株を売却して えー、例えば東京メトロの株を持つみたいなそういう意識決定が一部出たりするんですよ。はい、それって需給の悪化っていうふうに言われてて前回その2018年のソフトバンクの時は7兆の時価総額だったんで<ー>もうあらゆる方が声かけてもらったんですよって言われるぐらいみんなにほぼ。 声が関わってくるぐらい売り出しが出るんですよ。<ー>で、有名だし欲しいなって思うので、そう、みんなちょっと買おうかな、みたいな風になるんですけど、それが結局一部の受給悪化で、特にグロース市場、新興市場の株価が下落したりとか、うんまあ、日経平均にまでは影響しないと思うんですけど、はい、大型上場があるときは、ちょっと指数全体が受給悪化で、うんうん 蓋押し圧力が起きるよみたいなことは、株式市場の豆知識としてあるので、ちょっとお気を付けくださいってことですね。なるほど、そのタイミングで、ちょっと数字がぶれたりだとか。うん、するかもしれない。ですし、しまあ、そういうふうな動きがあるっていうことですねうん。まあ、いろんなね、思惑とか、そういうものが、まあ、あの。ただ、こう、ね、どうなんですか、鉄道というこのセクター全体で見ると、かなりやっぱり堅実な株。 っていうふうなイメージになるんですかあそうですねあの業績売上利益ともにいい状態ですし上場してからも伸びるであろうというふうに考えられているのでここはあの実は長期投資にはすごく向いているセクターだと思うので IPO でもらった後初値で売るとか、はい、いろんな方法があるんですけど確かにそのーー初値ついた後下落するかもしれないんですけど、まあ、5あ五年とか。 見てると、結局、上方向だったっていう可能性があるので、んなんか長期投資には向いてそうだし、まあ、優待とか出すか分かりませんけれども、はい、C 向けの企業なので、<ー>なからかの優待とか、<ー>回答とか出しながら。C 向け、コンシューマー、消費者向けの何かチケットとか、そういうふうなものも出てくるかもしれないので、あ<ー>なんか楽しめる、利用しながら楽しめるようなあの投資対象かもしれないですねあ確かにね。 あのチケット屋さんなんか巡ると、いろんなね会社の株主優待って出てたりしますもんね。う,う,ね、うん、うん、確かにそういう楽しみ方もそうですね。うん、ええー、ここだけニューススクープアップでした。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。